はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画は南柏にニューオープンいたしました麺屋シンクさんにお邪魔いたしました。まだオープンしたばかりなのでメニューはラーメンのみ、無料トッピングは野菜、ニンニク、油と醤油の返しは卓上にございます。今回の動画はニューオープンのお店ですので、シンプルに編集をいたしました。また動画の最後には味の感想なんかも入れておりますので、ぜひそちらもご覧ください。早速いただきます。トマトスープかな、見えるかな、これチャーシューでございます。Stop.
れ様でした。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとお店の照明の関係上、ラーメンと顔がねものすごく光ったんだけど、それはねすいません。こちらのお店の店員さんは個人的にもね、よくお酒を飲みに行く仲でして、今回の店舗オープンにあたってもうめちゃめちゃ嬉しかったので、やっとねこのラーメンを食べれて僕もねちょっと幸せでした。で、今回いただいたこちらのラーメンなんですけれども、まあ身内というか友人としてのひいき目なしにね美味しかった。テロップ等でも説明した通り、油が効いた超土乳化系のスープにごわっと密度がすごい麺が絡まってね、もうたまらない一杯でございました。ただこちらの系統の二郎系のラーメンはかなりね油が多くなってしまうので、醤油だったりとかお肉骨感の味のバランスってのがすごく難しいので、今現状でももうめちゃくちゃうまいラーメンなんですけれども、もう店主さんのねラーメンに対しての熱意とか変態さ加減、これを考えるとこの先ね絶対にさらにうまくなること間違いなしだと思います。ぜひ皆さんもこのニューオープンしたてのうまいラーメンの成長過程をお店と一緒に楽しんでみてもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。